もうちょっとじゃあ、シェーディング用の漢方から、はい、本屋さん。毎朝のこの漢方な。いやー、こっちはね、あれですよ。もうゲームチェンジがありましたよ。おう。もう本当になんだろう、AI の動画をね、制作するやつが新しくまた一歩レベルアップして、それで今、AI 業界はもうはちゃめちゃですよ。何がはちゃめちゃな、苦っ。要は、今まで作れなかった映像が AI で自動で作れるようになって、驚きが隠せない状態。ただまあ、よくよく見ると、こんなの商用でまだ業務的には使えないよって話なんですけど、ただ、何も作ったことない、クリエイティブしたことない人にとっては、こんなの簡単に作れちゃう時代なんだなってことで、今驚いてるって感じですね。まあ、AI ちゃんでございましたと。さあ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 。ははい、ちょっと今日もシェディング用の漢方を飲んで、い、おだい願いぶし弱まくす。なってきた。俺、この辺、カサカサだったな、この間まで。ああ、だいぶ顔色良くなりましたね。顔色良くなったしな、頭散髪したから。で、何やったっけ、前々回の散髪は、はい。何やったっけ、謎のベトナム人。で、はあ、はあ、はあ、前回は謎のインドネシア人。はで、今回散髪どうするって言われたから、あ、はあ。はい、あ、はい、あ。謎のバングラデシュ風で行ってもらえませんかって言ったら、バングラどんなんかわからんとか言われて。まあ、でも、生き生きとまた若返りしたんじゃないですか。俺の散髪いつも1300円やから。いや、まあ、失敗しなければいいと思います。これ以 前、まあ、一特に貫で失敗してますよ。見てる女性の人なんか1300円で散髪なんかあんのかと思ってるやろけど。私ら1万円ぐらいかかるのにみたいなな。お前資産家やのになんでそんなお前1300円の散髪やねんみたいな。でも、そんなもんじゃないですか。要は、ね、どんなに資産家の方がお金なんか使わないですから、本当に。いやー、それでまあ、俺の、まあ、あれですわな、なんちゅうか、不動産賃貸業、まあはまあ、世の中で俗に言う大家業みたいなやつやな。い。まあまあ、みんな今考え月、間違うね。今月また一つ決済っていうのはまあ買いますと。また一棟買いますと。今月な。また買うの？そもう、相変わらず、なんだろう、借金して買うね。すう。で、ごい来ね。月、7月、もうまた一つ買いますと。毎月買ってるじゃん。そう、もうほぼ毎月の。じゃあ、毎月買って、じゃあ、借金を引いて、売って、借金って売っての繰り返してんの。しょうがないやろ、銀行が借りろ、借りろ、借りろ、借りろって言うてくんねえから。まあ、それだけ利益出てるってことでしょ？いや、なんかしらけど貸したがるな。いや、それは利回りがいいわけじゃん。今、だから、いい状態なんじゃん、やっぱいり。やー、これどうなんのかな。俺5年後にはどれぐらいの借金になってんのか、ちょっと、あれやな、楽しみやな。いや、むしろ、そのまま、まっちゃんと毎週話してる俺は俺でなんか楽しいですけどね。いや、もらっと。でもね、まっちゃんね、つくとか思うんだけど、そのまっちゃんの思考を取り入れると何がいいかっていうと、なんていうかな、次元を超えた人と会話できるようになりますね。まっちゃん宇宙人なんですよ。やっぱり。いや、だからみんな宇宙人やって言ってるやろ。みんな宇宙人なんだけど、宇宙人、っていう本質をもうむき出してるんですよ。む き出すもむき出せへんもそのまんまやっていうだけの話。そうなんですけどね、だからみんだっな。て、いや、むき出すむき出さんじゃなしに、覆い隠してませんっていうだけの話ですよ。だからみんな覆い隠しちゃってんだよ。そう、みんな覆い隠してんだけど、だから俺覆い覆い隠し隠てしないてかるら。ものをフルオープンさせた人が宇宙人で、宇宙人にはもう自由が手に入いやー、これ俺どこも、借金を？いや、いいじゃないですか。俺だって事業投資で100均とかしまくってますよ、やっぱり。こんだけ借金抱えて笑ってるっていうのもな、まあ見てる人からしたらお前大丈夫か？みたいな。まあ、大丈夫じゃないの？だから、結局その分、借金した分、ちゃんと利益だってさ、生み出してんだからさ、いいんじゃいないの？やー、ほんとすごいな。俺ここまで借金することになると思うかって。まあ、いくらって具体的には言われんが、まあ、あんまみんなびっくりしてドヒャーってなるから言われへんけど、10億とか100億とかそれ以上でしょ？まあ、100億まではいかんけど、10億以上は軽くみたいな。言ってるよね、多分ね。じゃなければ、こんな余裕を持って人と話せないよ。お前大丈夫かみたいなな。だって、大抵のことなんて笑って過ごせるってことはそういうことです。まあな、俺からしたらどうせいつか死ぬんだもんぐらいの話なんで。もう覚悟って座ってるわけですよね、もうね。それがどうしたみたいな話だからな。まあ行きましょう、今日は。今はいはい。日は6月10、何日かな、今日。今日は17日です。6月17日の月曜日でございますと。で、まあ最近な、なんか月曜日の朝の時間から変わったかな、火曜日から。まあ別にいいですよ、毎週月曜日で、うちは。まあ月曜日にしましょう、これから。その方がなんか週の初めだからね。
うん、気合入るしな。なんかパワーが入るからいいっすよ。パワー入ってる、パワー入ってる。まあ、俺昨日、ちょっとな、そうやな、ちょっと今、船をいろいろ改造計画みたいな。いや、改造するのはいいけどな、船使ってないでしょ。そう。だから、だから単純に爪を入れたいんだけど、おっちゃんになってるからやめた方がいいっすよ。いや、あのね、もう一個買おうと思ってんのよ。また買うの？ちっちゃいやつ。いや、今のな、おっきすぎてな、もう大変なんよ、ほんと。ちょっとどっか行く。それは、おっきすぎないで売るの？いや、置いとく。それさ、もったいないから、レンタル業やったら？いや、船のレンタル業やったら？だから言ってるやんか、レンタルと別に無料でいいからみんな使ってって、この動画で言ってくる、誰も言ってこへん。まあ、だからもう一つちょっとちっちゃいやつ買ってね、ピュッと釣りに行けるようなやつ。あってまあ、船の、なんかちょっと船のさ、レンタルしたい人、ちょっと声かけてみるわ、ガチで。なんか観光業でもしたいなと思ってんだけどな。観光業、ちょっとビジネス考えますわ。ビジネスみたいであんまり嫌いだと思うけど、おばっちゃん。結婚式やってあげるとかな。とりあえず、なんだろう、船の中で、船を有効活用を、まっちゃん今、マストでやりたいよね、多分ね。だよね。ちょっとね、自分でやるの大好きやから、DIY。ちょっといろいろチーク貼ったり、いろいろやろうかなと思って。わかりました。じゃあ、ちょっと船に関しては、ちょっと船でを活用できる方法をちょっと模索して提案しますわ、まっちゃんに。OK です。わかりました。まあな、ほら、もうシーズン、今6月、今、真っ盛り、カジキ釣り？そうね。カジキ釣り真っ盛りなんで行きたいんやけど、なんか行くのめんどくさいみたそこ面白い人いねえかな。ちょっと聞いてみよい。まあ、ええわ。う。なんかいよろいろやりし。で、世界のニュースは、たいんですよね。何がまっちゃんよかったですか？あなた今日なしね。僕なしです。ごめんなさい。ちょっ代わりに AI ニュースだったらいっぱい持ってます。と経済的な方行こうか、なんなら。お願いしますわ。ロシア経済絶好調？ そすうなごの？いよ、ほんと、今。そうなの？でロシね、ア経済。おう、でそう。ね、まあ、その西側メディアでは全然出てないけど、インドのメディアなんか見ると結構わかりやすいですよ。インドって結構中立なんでな、メディアも。なるほど。あ、本当だ。ニュースやってますね。ロシア経済が日本を抜いたデータ。やばいから日国。本抜いたところが、ドイツ抜いて今、世界第4位みたいな。本当だ。すごいね、ロシアちゃロん。シアすごいぞ、本プー当。チン先生、すごいだね。からな、今のところ、ほら GDP ってあるでしょ？この GDP でいくと、今のところアメリカでしょ？で、2番中国でしょ？で、3番がインドですわな、今。すごいね、ロシアって。ほんで4番ドイツやったわけでしょ？で、その次が今、一応日本と5番目な。っていう形になってたけど、なんか後ろの方からロシアが追い抜いてって、今、ね、世界で第4位ですと。インドの次がロシアよ。これでね。さ、どうやったらさ、日本戻れるのかなって思ったら、やっぱり体制変えるしかないよね。でね、まあこれ、いいかな。GDP そのものは、まあドイツよりは低いんですよ。実際問題はな。ただね、購買力平価っていうのを見ていくと、そのいわゆる PPP っていうやつですわな。で、これ購買力平価見ると、ロシアルーブルってものすごい強いから、安定してるからね。だから、まあその単純な GDP というより PPP みたいな感じ、購買力平価を含んだその経済力でいくと、ロシアが第4位ですと。で、その次がドイツ、日本みたいな感じになってきたわけよな。でね、これアメリカは今1位でしょ、今のところ。これ抜かれるんですよ。中国、インドにな、アメリカはもうすぐ。これ面白いぞ、ここから先。だから全部入れ替わる。で、今、そのロシアの経済成長率が、その前年同月比、いや、まあ前、えっと、要は、一昨年に比べると、だいたい6.4%ぐらいの 成長率なんですよ。これマすジごいんでですよ、か？ロ6%超えシるアぜ。すごいね。これも名目じゃないか、実質やからな。インフレそん含んなだん成だ。長率なんで。まあだから、実質賃金なんていうのも、日本なんかやったらほら、名目賃金あるけど、インフレを含むともマイナス2%とかな。この状態やけど、ロシアってのはものすごいぞ、今、成長率が。でね、まあこれはただ天然ガス、原油をバックにして金はうなるほどあるんでな、今。そう金いうはうこなるほどあと。んねん。すごいね、ロシアってね。ただ、
現場の生産とか、そういうものはロシアも今、吸ったもん出してるんですよ。何かっていうと、人がいない。人手不足。これは教育が追いついてないことなの？いや、人がいないんですよ、人手不足で。うーん、あそこも年寄り多いから。うん。で、あんまりその工業とかサービス業なんかに、その若い人たちが入ってこない。あのロシアの若い人って自給自足始めてる人多いからな、農業で。なるほどね。これ世界的な潮流ですよ、流れですよ。だからこれ自給自足みたいなやつがこなんかはな、農業の自給自足ですわな。これは GDP に加味されてないからな、経済指標に。うん、うん、このボリュームが多分むちゃくちゃ多いと思うんですよ、ロシアは。なるほど、ね、だからもっと本当は成長してる。うん、まあ俺みんなびっくりみたいな。すごい、ロシアってすごいんだな。そやろ、喧嘩一番強いし。いや俺ね、まっちゃんと出会って唯一価値観が一番変わったのはロシアの存在よね、やっぱり。その、うん、ただこれもいつも言ってるように、予言では3日転嫁ってなってるからな、そんなに長いこと続かんですよ、うん、でこれがロシアが没落はせえへんけど、ロシアが今喧嘩の力、喧嘩強いんで、これでジャイアンぶっ飛ばして、で次はアジアの時代来るんですよ、10年後ぐらいな。なで、そのもう15年後か20年後に一番日の当たるのは日本ってことになってくるんでな。だから今日本人改心せなあかん真っ最中っていう時代の流れ。なんだろう、その世の中の流れって分かりやすいっちゃ分かりやすいですよね、ちゃんと俯瞰してみればね。だから西側目で全く報道せんから何も分からんわけでしょ、みんな。うん、でも調べたらすぐ出てくるでしょ、すごい成長率なんですよ、これ。うん、で、この間、イタリアの G7 のサミット終わりましたわな。うん。うん、で、まあ、これ、決定的になった俺、サウジの動きがもう世界見るには、サウジの動き見たら一番よく分かるっていうのが決定的になったんが、うん、サルマン皇太子、うんうん、G7 サミット招待されてましたけど、うん、行きませんでしたみたいな、キャンセル、うん、これで決定的なんよ、これ。うん、ブリックスです、私らはみたいな。うん、なるほどね。だからな、これね、潮流っていうか、もう本当に本当の本当の本当の 200% 脱ドル、うん、要は基軸通貨、要はペトロダラーですわな、うん、ドルがオイルの裏付けを全くなくなったと、うんうん、いう大転換が起きたんですよ、本当に。うん、オイルダラー協定っていうのがあったわけですよ。それは俺50年、その50年契約やったわけでしょ、はいはいはい、それがこの先週、はい、契約打ち切りみたいな。はい、終わりみたいな。で、それとともに G7 サミットも行きませんと。これな。いやー、めっちゃおもろいわ。これがね、ナポレオン戦争ってあったでしょ、昔。はいはいはい、はい、うん。あのナポレオン戦争が終わった後に、うん、ヨーロッパの新しい世界秩序をそのこんな風にしていきましょうかみたいな会議、うん、ウィーンであったわけですよ、ウィーン会議が。はいはいはい、はい、うん。あれがまあ、ある意味大転換ですわ、前回の。なるほどね。で、これ今回のサウジが、オイルダラーやめますと、うん。これが今回のめちゃめちゃでかいイベントですよ、大転換ですよ、これ。なるほどね。これで、ね、ドルがもう崩壊させられると。すごいぞ。ドルが崩壊か。本当にすごいぞこれ。いや楽しいっすね。いや、なんだろう、世界が変わる一瞬じゃないですか、この状況。そうだから、それが先週ですよ、ね、先週と先々週が変わった瞬間ですよこれ。でもメディア無視 やらんから何も気づかんみたいな。いやいいな、その世界の瞬間っていうのをまっちゃんはやっぱり俯瞰していろいろと見てるし、情報も分かってるから、見ててエンタメだから楽しいんじゃないですか、やっぱり。エンタメですよ、エンタメだよね。要は人生エンタメだよね、この。下手な映画見てるより全然面白いぞ、これ、ほんと。だから、そこってでも、やっぱりピースとピースが、もう、まっちゃんシーンが持ってるから、面白いんだよね、たぶんね。だからもう言った通り、もう2年前から言ってる通りになってるわけですよ、これ。いよいよ来ましたと。ほんまもんできたぞ、これと。だから、ウクライナが始まった時からですから、うん、からロシアが特別軍事戦、あそこで始まったからな、ドル潰しがな。うん、まあその前の2008年のリーマンショックっていうのはあったけど、うんうん、まああそこで金融は西側金融でぶっ壊れてんねんけど、うん、まあそれの最後のあがきが今回のあのコロナですわな、生物兵器ですわな、うん、でもうあの注射、なんでもいいね、遺伝子改変の注射、うんうん、あれも最後のあがきですよ、うん、もう俺ら地球ごと吹っ飛ばしたるっていう勢いで来たからな、うん、あいつ、だからそういう状況だから、だから要は今の話をまとめると、要は、うん、今の状態だと、ロシアは当分の間、
要は、天下です。予言、これ予言通りでしょ。三日天下ってなってるから。だからそれ三が日ま天下、この、ずロシアが伸びるから、今はロシアのところ動向を見とけば大体の世界の動きが分かるって感じかな。ロシア見るより、サウジ、中東見たら分かりやすいですよ。中東見た方がいい。サウジとかイラクとか、まあ、要イはランはほぼ、中東が今中心になって動いてるってことだね。中心じゃなし、原油が元になってるから。原油か、原油。ただ、サウジのサルマン皇太子がアナウンスしたのが面白かったのはな、脱原油にき、舵切りますと。サウジが。サウジええはんだ脱よ。原油なんだ。お前とこで原油売ってるやろと。で、何を言ったかというと、2030年ですよ。もうあとだから何年？ 4 年？ 5 年？ 5 年、5、6年か？ 2030 年までには、サウジはエネルギーですよね。国内消費のエネルギーは天然ガスと再生エネルギー。天然ガスと再生エネルギーを半50%としますと。これ、産油国が言い出したわけですよ、これ。これ意味するところ何なんかっていう話なんですよ。どうでいう意味ね、なんですか？ほんで植林始めたんですよ、砂漠に。いきなり。180億本ぐらいの木を植えると。再生エネルギーやと、これからも。だから、前から言ってるように、日本人の出番が来るんですよ、中東に、アフリカにも。こういう植林とか。要は、ものづくりの気質っていうのが、要は植そっ林ちと。って技術的に、要は、それ開拓をしていく。日本人そうそう。って僕らから開拓ってイメージです。当たってますよね。だから手助けですよ。植林であったり、水田稲作。要は技術提供ってことだよね。そう。要は分かりやすいのは砂漠に水を引くっていうやつですよ。だから要は結局職人芸は得意だから、うちだってってことよね。日だ本からだってね。もうそっちへ舵切ってるんですよ。もう今までみたいに原油だけでガバガバ儲けるっていうんじゃないんやと。おもろい産油。なぁ。だからほんまにエコという、なんちゅうかな。リアルエコシステムじゃないですか。あのな、なんていうかな。もうちょっとこう自然環境をうまいこと使いながらエネルギーも使いこなすみたいな。ロハスっていうんか？ロハスね、ロハス。それがまあサウジまでそっち舵切ってるからな、カタールとか。日本人が出ていかなんか場面が来るでしょうな、そっち。来るってことですよね。だから積極的にな、やっぱりガンガン若い人たちが出ていってなんかしていかんと、いかんじない。俺が今30歳ぐらいやったら、もう明日にでも俺、サウジ行くけどな。俺を行かないといけない。でも今俺いはやいや、な、だから。AI をもうとことんやってるけどな、まあ、今。それはええねんけど。まあ、そんな感じですよ。もう、ほんと見事ですよ。でも面白いですね。だから、その中東の、ビジネスとかもやっぱりやると面白いかもしれないですね、またね。面白いですよ。親日の人多いしな。面白いですよ。アフリカも特にアフリカもそうやけどな。まあ、やっこれぱりからほんと中東、日アフ本リじカ。ゃない、やっぱり世界の中の日本だから、やっぱ全体を見ると楽しいでしょうね、多分ね。そういうだことから、それちっちゃいとこだけ見とったら行き詰まるんですよ。ね。今のやっぱ若りい人全に体言うのけ世界ど。規模で見たのかの一個の地球だから。あっちゃこっちゃ行ってな、いろんなことしていって、世界中の人の役に立っていったら、特にアフリカ、中東なんていうのは、僕いくらでも役に立ちますよ、今、日本人は。で、ガンガン出ていくべきやと思うけど一番な。その、まっちゃんがさっき言ってその、中東がいいって言ってるような、一番って言うと語弊があるかもしれないけど、理由とかなんかあるんですか？一番中核になってるからってことです。そのイメージが僕わかんなくて、要はまっちゃんが、例えば中東いいよっていうふうにおっしゃってるのは、なんとなく俯瞰してみると、その、世界の基盤というか、物事の、キーを持ってるとかそうだっていう認識がないんですけど、いや、これからまだまだ発展する余地があるからですよ、やっぱアフリカも。そういうこ中と？東って言ったら、中東って広いからな、はっきり言って。だって、北はトルコから、で、あっち、まあ、サウジとか、その UAE とか、カタールとか、湾岸諸国、ちょっと豊かなところもあったり、で、西側にはエジプトもあり、で、南は、それこそイエメンやとか、治安の悪いとこ何やったっけ？忘れた。ほれ、ドンパチやってるイエメンの下、ケニアの上、イあ、スなんていうとこやったっけ？忘れた。ラエル出して。まあ、あの辺ひっくるめてですよ。北アフリカひっくるめてやから広いんですよ、中東って言ったって。
まあ、アジアが一つくぐりでアジアですって言われてるようなもんの話になって、まあ、それよりもっと大きいから中東地だな。はい。まあ、ただ、これから発展する余地がまだまだ残ってる。はいはいはい。うん。だから、そういう意味では東南アジアも一緒ですよ。うん、面白いですよ、インドネシアなんかもこれから、まあ、どんどん発展していくからな。うん、面白いってのいいよな、やっぱりな。やっぱり、未来投資できるから面白いんでしょうね、多分な。うん。うん、で、まあ、人々がね、優しいし、明るいしな。うん、まあちょっと見た目は暗くて怖そうに見えるけど、うん、そうでもない、意外とないですからね。ただ酒飲まれても嫌ない。その中東の話ちょっと面白いんで膨らませてもらいたいんですけど、そのまっちゃんがね、今30代になったら行くっておっしゃってたじゃないですか。行って何します？いや、なんでも。別に何も考えてない。ふわーっと行ってなんか。もしね、まっちゃんが本当に今から行ったとしたら、まずどういうことからやります？いや、とにかく行くよ。行って仕事くれと。ああ、中東の人間に、そう、行って、何でもええっすやん、別に。行って、役所行って、うん、仕事くれと。うん、俺、日本人やと。何でもするから、なんかないんかと。うん、あと、友達俺は、そいつ、ちょっと仕事紹介せえと、うん。そんな感じですよ。何も考えて行くだけですよ、別に。だから、こうだ考えたってしゃあないから、そんなの。いや、もろーまっちゃん、いいっすね。まあ、今までそういう生き方やったんで、今ちょっと年下がしんどいなっていうのあるんだけど。いや、おもろいな。とりあえず行って仕事くれと言って、仕事行って内部で、いや、せめて行ってやっていくってところね。はいはい。うん、うん。なんでもええんやと。いや、いいな。いやー、その感覚普通できないからいいんだよなー。まあ、若い人たちもな、これからの若い人たちも、それぐらい、そういうバイタリティがないとな。いや、まあ、もう、思い立ったらすぐ行くと。いやー、このキリトいいな、今日のキリトいい、よし、中東に行けってことですね。今日のテーマが何でしょうか。はい、今日のテーマはですね、富裕層に送るっていう言い方をするとまた語弊があるんで。富裕層シリーズやな。あいじゃん、ハマったな、それに、富裕層で。いやー、ハマりましたよ、富裕層。だって、結構再生数も取れるし、富裕層ってなかなか話聞けないんでね、いいんですけど、で、結論から言うとですね、その健康っていうところっすね、うん、今日はね。え？だから、いや、健康ってところで健康。なんでね、その富裕層は、なんで、要は皆さん好きなことをやってるのに、まあ、いわゆる好きなことをやって健康になるかっていうのかってことですよね。例えば、なんだろうな、その、抹茶に、そのテーマやりますよって話をしたらですね、何を好きに、好きやと思ってやったら、それだけでいいテーマやなっていうふうに言ってますけど、僕に対して昨日の LINE で。要は、フィールドってすごくお金持ってる人たち多いですけど、でも好きなことをやって、まあ、すごい健康なわけですよ。で、若々しいんですよ。で、常に、前進してるというか、逆に今の若い子たちよりかはすげえ、なんかアクティブなんだ。パワフルやな。パワフルですよね。え、お前、あ、お前って言ってた、あなた、もうそこに行くんですかみたいな。あ、前行くんですかみたいな。休まないんですか寝ないんですかみたいな。そういうすごい人たちが多いんですが、でもやっぱりそういう人たちが当然ながらもう富裕層にいっぱいいて、うん、たまに、たまに違う方もいらっしゃるんですけど、まあ、ほとんどの人があれですね、8割ぐらいはそれなんですよ。だから、なぜそれがね、できてるのかなっていうのを今日ですね、テーマとして話したいんですけど、まっちゃんはまあ、どっちかというとその、借金大量にしてますけど、まあ、写真大量にやるってことはまあ、富裕層の一員だとは思うんですが、その中で、毎朝4時に起きてるじゃないですか。で、船に乗ってね、やってるとかっていう僕も、知ってるんで、まあ、ただ習慣だと思うんですけど、なんでその土地で、まだまだ借金して、まだまだやろうと思うんですか？やらんと面白くないから。いや、それ答えになってないんですよ。それ答えでないんですよ。要は、なぜそれなのに、そんなね、切羽詰まって追い込んでもさ、要は、健康っていうのは、その若々しくさ、若者以上にさ、いけるんですか？健康のテーマでいきましょうか、今日はな。なんだろうな。健康ですよ。だから健康が重要だってよ。だって、人間だって、どんなに仕事やろうがなんだろうが、健康じゃなければ仕事できないじゃないですか。まあ、病気とか健康っていう話ですわな。うん、で、一番、まず理解してもらわなあかんのかな。はいはいはい。病は気からなんですよ、結局は。もちろん気持ち、そりゃそうですよ。でもそれを本当理解してない人多いんですよ。それ自体を。でね、その体ってあくまで肉体なんですよ。うんうん、目に見えるな、うん、絵がな、うん。で、元の主体というかな、その、うん、我々、
まあ動物もそうなんやけど、我々の本来の主体というか魂なんですよ、本当は。目に見えないものですよ、わかりやすいだな。で、その目に見えない魂って何なんですかって言ったら精神的なもんとか、そういう心的なもんなんですよ。ええかな。でね、この精神的なもんとか魂的なもんが健康的じゃないっていうか、汚れてる状態になると、ただ単にその、なんていうか、着物着てるもの、要は体ですわ、体が。要は、一応、仮の形、ね、こっちも肉体もがそういう風になると。だからな、これ今、前からずっと言ってるけど、見えないものと見えるものがセットになって融合していくような時代にならなあかんのですよ。まあ、それは病気もそうだよ。だって、どんなに考えてもそういう風だと僕も思いますよ。健康もそうなんですよ。だから、体の見える物質的なものだけを注射打ったり、薬飲んだりしてやったところで、結局はまた同じことになるんですよ。変わんない。じゃあ何なんですかって言ったら精神的な部分ですよ。まあ精神論ですわな。精神論というより心の安らぎとか癒しみたいなやつ。そこを豊かにせんと、どうやったって病気になるんですよ。健康維持できないんですよ。なんででしょうね。いや、それ、だから病は気からやって言ってるやろ、だから。いや、そうなんですけど、なんだろうな、僕、反対意見をあえて言いますけどね。反対意見言いますけど、でも、山には効き方からって言いつつ、結果的に、どうなんだろうな。なんかね、それに関してね、腑に落ちないっていうところも逆の意見としてあって。だから、主体ってあるでしょ？主体。本来の主体、本来の主体っていうのは、霊的なもんですよ。魂的なもんですよ。ただそれを今、この世界、現実世界というか、この物質世界でそれを見える形にしてんのが体ってだけの話なんで。本来の主体は見えない。あの世の世界ですよ。わかりやすいから。霊的な世界ですよ。霊主体上って言ってな。だから、要は精神的なもんとか魂的なもんが元になってるわけですよ。でね、それってもっとわかりやすいだろうか、俗っぽく。俗っぽく言うとエネルギーなんですよ。で、このエネルギーが乱れてるとか弱ってるから体が病気になるんやと。ああ、そのね、スピ系入ってきますね。マスの。スピじゃない、スピじゃない。これはスピじゃないですよ。スピの人を見てると分かると分かりやすいですよ。エネルギーですから、結局は。まあね、このエネルギーが乱れてるような状態になってると、なかなか健康にはなれないですね。だから、エネルギーが乱れるっていう、そもそものエネルギー体っていうふうに言う言葉をもっと分かりやすい歌のかんだな、もう俗っぽい。お願いします。お願いします。東京、あんた住んでるやろ？はい、住んでます。あんた住んでます、僕。なんか朝会社行くとき、背広着て嫌そうな顔して、怒ってるそうな顔してるやついっぱいおるやろ。はい、でも今日今、電車乗ってますね、今。今日なんか月曜日やから、特に。月曜みんな憂鬱でしょうね。なんか嫌そうな顔して、もーっとして歩いてるやろ。な？あれと、今同じ時間でしょ？これ朝の7時半でしょ？俺みたいに朝4時から起きて、なんかわけのわからんこと言って笑ってるのとどっちがええ。はい、朝4時からいたら笑ってる方がちょっといいっすよ。エネルギーはどっちが高い？だって朝4時からの方がエネルギー高いじゃん。いやいや、それニコニコ笑っていいな。笑ってた方がいい。どっちがエネルギー高いと。いやいや、ニコニコ笑ってる方が。で、どっちの方が健康になると思う。ニコニコ笑ってれば。そういうことですよ。まあ、これだけの話やん。いや、それって単純にさ、好きなことやれっていうだけの話じゃないですか。でも好きなことやればいいじゃないですか、みんな。なんでいやいやすんのかよ、わからん、みたいな。いや、だから、みんなだから、好きなことができないから苦しんでるんですよ。いや、だったら、前回も言ったけど、好きなようにしないとしゃあないでしょうから、どうせやるんやったら。だよね、そうだよね。どうせやるんやったらな、ああ、嫌だ、ああ、しんどいな、ああ、今日また月曜日だ、みたいな。ああ、面白いな、もう。そのエネルギーでおったら。本当そうなんだけどさ、本当そうなんだけど、それだけしか言わないから、好きなことができないとか、これほど多いんだよ。で、好きなこと食っていけないって否定なことも言ってるバカがいる。ああ、言ってた。ほんなら俺のやってることがあって、旗から見たら全然好きじゃないことやと。はっきり言っとくけど。でも好きなようにしてるだけでしょ、自分で。あ、なるほどね。うん、あ、今の発言いいね。要は本来は好きじゃないけど、好きなようにしてるんだ。うん、面白いと思い込んでると。思い込んでるんだ。そう、楽しい。なるほど。あ、これポイントじゃないですか。いや、僕はごめんなさいね。あの、こう言うと怒られますけど、純粋に好きなことばかりを AI やってるんですけど、僕は大変申し訳ございませんってレベルなんですけど、はい。それでマネタイズしちゃってるんでいいんですけど。好きなことを探すっていうのが間違ってるんですよ。やってることを好きにしてしまうんですよ、自分で。あ、これね、まっちゃんいいこと言いましたよ。毎回言ってるやろ。
いや、でもね、毎回言ってんですけどね、改めて、この言葉は大事ですよ。毎回同じこと言うてるいや、ぞ。毎回ね、多分ね、全く気づいてないんですけど、動画見ていただいてるとき、違かったらぜひコメントに残していただきたいんですよ、視聴者にね。まっちゃん、意外と自分がね、毎回言ってることの切り口が違いすぎて、わかんないときもあるんですよ。今日だ今のやりから。方は分かりやすかったよ。要は健康っていうためになんで健康になれないのか、それは好きなような感情になってないから健康になれないんでいや、す。そりゃしかめっ面して朝から嫌だ嫌だ思って仕事しとったら健康にはなれんやろ、それなどれうない考ですえてよ。も。ただ、でもそのためにはそうそれを世での中で言うストレスって言うんですよ。すよ。そうでだしからそょ？れ、楽す方法じゃないですか、今日の話なんて。もスう。トレス溜まりゃ、それ病気にもなるよ、それどんな人も。そうでしょ？でも今話す人間なんで好きなことを探すとか好きなことを求めてしまうのがそもそもな問それ題が間の違ってるって言ってん間ねん。違ってるのであるのであれそう。ば、じゃあその今やってる目の前の課題のものを好きになってワクワクしながらやればいいじゃんってなそるれとだけこっのちじ話ゃないでですよ。か。だから、ここ、例えば、まあ、俺、不動産、さっき話あったでしょ？な？借金言ったかな？うん十億みたいな。ほんなら、まあ、その逆に満員電車揺られてる、その背広着た人にとっては、そんな恐ろしいことできませんって思ってるわけでしょ？でも、俺にとっちゃ、まあ、それでいいわと思って笑ってるわけでしょ？そう思えだけの話じゃないですワクワクドキドキ思えばいいだけの話だもんね。簡単だよね、すごくね。か。うん、ほんで、ここ、今、今日これ、いつも撮影してるこれ診療所でしょ？ここな？ええかな？俺、便所掃除1日10、20回ぐらい便所掃除するからな。おっしゃってましたね。はい。それは素晴らそう。しいことだと思います。はい。愛ちゃん来たから分かってるけど、1日掃除してるからな。そうですね、分かってます。嫌な人にとっては嫌やろ。憂鬱だわって。はい。なんでまた僕みたいなクラスが掃除しないといけないんだって言い出してますよ、なんか。俺、いや、楽しいわ。ルン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 って言って。やっぱり全ては気持ち次第なんですよね。そういうことです。そう、これはすごく思うんですけど、これは僕の中の、僕はもう今 AI やってるからあれですけど、AI 時代のあり方も同じで、結局みんな否定しないでワクワクしないでやっちゃうから、ね、要は、いや、できないのと同じですよ。結局のところ。だから、例えば、まっちゃんがどんなに AI 嫌いだって言ってますけど、あんまり好きじゃないっていうふうに否定的な意見をお持ちですけど、でも結局のところそこがまた好きだっていうふうに思えば全然変わってくるしみたいな、そういうことだと思うんですよね、結局は。まあ、たまたま、やってることはそうじゃないだけの話であってな。そうだよね、そう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 。愛ちゃんがやってるようなことをやっとったら、それを好きでやってるやろうし。だたからまた結ま局、そうじゃないだけのたまた話までそすこよ。の領域にいないから、いないのそうと、そうそう。いないのそとれ比べだけのれ話ですば、よ。まあ、いないのもそうだし、プラだスかアルファら、で作ると結局そうだもん嫌ね。やとか、どうやとか、好きなこと探すとか、自分探しとか、なんかわけのわからんこと言うてんとな。とにかく目の前でやってること、毎日やってること、全部楽しいと思うやと、ありがたいと思えと、幸せやと思ってやれと、ほんだら健康になるし、前に進む、全部がそう良くなね。るよ。本当に、いや、本当そうだよね。だから結局のところ、そこが一番が勝手に、なんだろうな、簡元気を単な生活話できやるっていろ。う。嫌だ嫌だとかな。なんか嫌だ嫌だとか、給料安いとかな。ひったくれや言うてやってたってな。何にも先進んだよ、そんな人は。そういうことでしょ？人生はエンタメですよ、やっぱり。楽しんだ何もん事も勝ち。楽しいと。ね。ありがたくやらせていただきますと。ね。喜んでやっとったら、ね。神様は味方してくれるいや、でも、から。それが、いわ人になっゆている、くんだ。今日ね、話の冒頭で言ってた、富裕層ってところの結びつくってことですよね。結局、だから楽しい。富裕層言うけど、みんなそうやぞ。言うとくけど、富裕層の人って。思考としては。そうだよね。愚痴も言わんし、人の悪口も言わんし。言わないね、本当。ありがたい、ありがたいと、ありがたい、ありがたあいりがたと。いございます。ありがとうございます。そって、しびび、この出来事に感謝してるんですもんね、皆さんう。そう。で、感謝するから、何ぼでも来るんですよ。もね。チャンス感が。謝の、だから、偏方性の法則なんですよね。だから、次こっからち次行くと困が、るのよ。え？本感当謝、に、感謝するから、寄ってくるのよ、また。いっぱい。本当に世の中の出来事ありがとうございます。本当に嬉しい限りでございます。とかね。もう本当にあなたに出会えてありがとうございます。ヒーローバックありがとうよ。感謝なんですよね、本当にね。そう、だから不平不満、で、愚痴、で、あと悪口、で、あと嘘つくやつとか、約束守らないやつとか、ああ、いるいる何いにもるいるいるいる巡ってこないんですよ、次が。もう。これ神様とか天の話じゃなくて、
当たり前でしょ、それ。そういう循環に落ちるんですよ。人間としての当たり前の原理原則ですよ。それを守れない人が多いからね。それで俺は貧乏やとかな、大変やとかな、面白くないとか言われたって、お前を変えろとしか言いようない。知らんわと思うよ、本当に。いやいや、もうちょっと気にしてみろよ、お前はと思うよね。だから、その、まあまあ、経済的な話で今日は言ってるからあれやけど、富みたいなもんとか、あとはまあ幸福みたいなもんですよね、心の。こういうもんも寄ってこないんですよ、そういうことやってると。ああね、寄ってこないね。まあ、逆をやればいいわけですよ。ありがたい、ありがたいと。寄るわけがないよね。何でも何でもいたしますと。人って結局そういうことじゃないですか。簡単な原理を分からん？分かんないね。そういうことでしょ？そういうこと。今日分からん話、これで終わってもらうが面白ないですもん。いや、でも、でも、これで終わってしまうって言いつつ、これが原理原則じゃないですか。で、ただもっと切り口を変えていくと、じゃあそうだな、不健康の人たちは嫌いなことをやってるっていうことですよね、要はね、今の話は。不健康の人、要は、健康じゃない人は、いやいややってるから健康じゃないっていうふうに。いやいややってるからです。そうそう。いやいややってるからですよね。不満を持ってるからです。じゃあ、いやいややってる人たちが、まあ、不満を持ってやってるから健康じゃないのであれば、じゃあ、それをどうやったら、要は、ワクワクするかっていうのは、もう、本当にどう脳内変換をしていけばいいんですか？難しいこと聞くけど。要は、もう一回不満に陥ってる人たちをね、今の現状、動画見てる人に、もし仮にその会社員の人がいて、不満が持っててやってたとしても、それ以外どうやってそれをワクワクに変換させるようにトレーニングさせればいいんですか？自分で考え直す、改心するしかないよ。不満って、外に何か不満があるもんじゃないと思うぞ。それは確かにブラック企業とか、変な上司がおるとか、変な部下がおるとかあるやろうけど。実際な、ただ不満の原因っていうのは自分の中にあるからな、外に向けて不満を持ってるんじゃないんですよ。そこ、そういうことを思う自分に不満持ってるみたいな。だ、自分でシャドーボクシングやってるの、一生懸命。自分に向かってボクシングするみたいな。自分が自分の心と戦ってるみたいな。その状態入ってるんですよ。わかるか？なるほどね。深いな。不満とか不平を持ってる自分がいると、その自分が嫌なん、その自分が不満なんやと。っていう状態？面白いの、これ。いや、面白い、深いな、それな。そうなんよ、実際が。外にあるもんよ。まあ、それ確かにあんねんで。あんねんけども、そういう思いを持つというか、そういう魂を持つとか、そういう汚れを持った心を持った自分が嫌みたいな。それに対する不満と。それって結局自分の不満をなくすには、わぁ？だから鏡見て、鏡自分の顔鏡見て、こんな私なんて、はぁみたいなやつ。いやー、おもろいな。それの感覚が面白い。なんで私ってこうなの？全ての出来事は自分の内なる魂によって変わってくるってことね。ようあるでしょ。なんで私なんてどうせみたいな。あれよ、あれ。いや、おもろいね。だから自分なんよ、全部は。そういうことなんですよ。方法としてだどうするのって言ったら、もう解放するしかないんですよ。もっと。もう解放ですよ、ほんと。それも執着の一つですからな、今言ったの。解放か、自分を解放させるってことか。解放するしか方法はないですよ。リミッター解除ね。リミッター解除するしかないです。ほら、それどうしたらええのってあるでしょ？ある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 。これ見とけ、みたいな。抽象度高いから、この番組。これいつも見とけと。だそうなるから、勝手に。抽象度高いけど、もうすり込むしかないんですよ。マインドコントロールしかないよね。マインドコントロールなしに、今までの汚れを落とさなあかんから、もうさ昔のやつからこれ全部見たら分かる、落ちていくから、汚れが。まあね、俺を見てもらえれば分かるよ。多分2年前の俺なんてもう見たくないわね、まあ、今、あの動画、本当に。まあだからこれ、汚れを落とすのがちょうどいいから、愛ちゃんに出してんねんけどな。まあ、ありがとうございます。サンプルとして。サンプルとして、俺、まだだいぶ汚れてるけどな。だいぶ汚れてましたよね。だいぶね、汚れてたものをね、綺麗に、ね、こうなったおかげで、どんどんぐいぐいね、滝登りみたいに上がってますからね。本当に。まあ、だいぶ取れたけど、もうあと、そうやな、2年かけて落としたらなあかんなと思ってる。そうですね、だいぶ取れましたね。だいぶ、
もう汚れてた闇をどん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 きれいにこうせっせとやってもらって、まあ、だだいからぶ楽に実なる。際な、そう、何十年も生きてきてるし、ね、そういう教育を受けてきてるし、世の中もそうなんで、それは簡単には落ちんよ。いや、でもね、でもその、まっちゃんのその、サンプルとして対応になってますけど、いや、すげえなと思いましたよ。本当に。よくこうね、思うんですけど、まあ、まっちゃんもまあ、いろんな個性あるし、好き嫌いが激しいからあれなんですよけど、その、よくこう、なんだろう、なんとかしよう、なんとかしようって思いがあります。だから朝満員電車でブーって機嫌悪そうな顔してる人らも自分と戦ってるんですよ、一生懸命。結局自分と戦ってるんですよ。ほんで苦しんでるんですよ。面白いやろ、これ。いなんやなー、んこ面白れ。いなだからどうせやんねやったらニコニコしとったらええやろと思うよな。ー。まあ、でも、それともしょうがないよ。まあでも、朝電車、満員電車で一人ニコニコしとったら変なやつになるからな。あいつ頭おかしいやつやってなるでかも、やっら。ぱり、でも、成功してる人はみんなワクワクしてるよね。やっぱりもう、一個のこれについてもワクワクだからって言って、本当に運がいい人は、俺は本当に運が良かったけど、運がいい人は本当に自分がやりたいことってのは覚悟が決まる。でも、そうじゃない人はほとんどだから、そうじゃない場合は、今現状ある目の前のものをワクワクさせるのが大事ってことだよね。まあだから実際問題、人間なんてそんな大差がないんで、誰も実際そんなに特別大差あることないんでな。そりゃ体大きい小さい、IQ がもともと高い低いとか、な、いろいろ頭ハゲてるとか、ハゲてないとかいろいろあるけど、そら確かに。そんなにもともと大差ないんですよ。じゃあ何なんですかって言ったら、結局は俺は本音で思うけど、まあ富裕層の人はみんな同じこと言うやろうけど、たまたまっていう人多いと思うんですよ。多分聞いてみや、あいちゃん、これから会った人に。なんでそんなうまくいくんですか？いや、なんかわからんけど、たまたまみたいな。で、っていうことはどういうことなんかっていうとな、結論的に言うで。運なんですよ、やっぱ。まあ、俺運はとね、あうとね、これ僕は富裕層に会った人たちに、全員に僕なんか話してて感じるもので、キーワード1個だけ言ってることがあるの。それは感謝してるんです、常にやっぱり。んうん、そうや。本当にありがとう。特に神様にもそうですけど、皆さん感謝、神様にもありがとうございます。まあ別にキリットだろうが何だっていいんですけど、自分の持ってる、慕ってる神に対して感謝してる人が多い。そうよ。信仰って言うんですよ。信これ仰よ。を持ってる人たちは全員そう。ほんと、それでね、は資質ですね。さっき言った、その運なんですよ。9割運ですからね。はっきり言うとくけどな。でね、その運って何なんですかってなるやん。まあ、確かに。それは前回の動画で言った縁なんですよ、これ。ご縁なんですね。縁な、ご縁なんですわ。じゃあ、ご縁って何ですかってなるやろ。さっき言った愚痴言ってる人、悪口言ってる人、嘘つく人、約束守らないようなところには縁が来ないんですよ。それの逆をやってるところには縁が来るんですいよ。感謝してると。やー、だって、受けそれだけ入れるの人は、話な富裕んですよ。層のタイプの人たちが受け入れないですよね。要は、常に、こう、仲間になれば少しはね、愚痴言ったとしてもさ、あれですけど、仲間でならない状態の時に、やると、やっぱり、なかなかうまくできないですよね。それだけの話なんですよ。だから引き寄せの法則だとかどうだとか言う人おるけど、それは結局は自分が持って、自分なんですよ。ああ、でもね、運を運呼び寄せとていんうの。のはね、すごく僕ね、この2、3ヶ月すげえそれ感じてますね。結局、だ誰かと会ら、って、9誰割とや運なんでるのすかよ。です。うん。そう、そう。そういう、でも、そんな愚痴言ったりな、人の悪口言ったり、嘘を言ったりするような人とは、関わり合いたくないんですよ。やっぱりまともな人は。ちょっと変な人、そういう人ばっかり固まるでしょ？また、嘘つき同士で固まるわけですよ。で、嘘つきするわけでしょ？で、争いするわけよ。足の引っ張りこれみたいすな。げえ思うのは、本当に、2年前に奥様と、東京で会って、娘さんとも会ってたけど、やっぱりそれも運ですからね。その場にいなければ、その一瞬にいなければ、ないかったんで。まあ、だから、ねやっぱりね、精神性を高める、魂を高めて生きていくっていう生き方しないと、運は巡ってこないですよ。え。天は導いてくれないですからな。本当に。手は全て、見てますか天らの声を聞けないとダメですよ。だから、やっぱり。結局はそうなるんですよ。だから信仰っていう話なの。これ、プーチンが毎回言ってる話ですよな。なんか、一昨日も言っとったな、あいつ。
いつ言うけど。なんか出てくるたびに進行進行進行。でもやっぱり倫理転生じゃないですけど、倫理って大事で、もう一回演説したらなんか30分喋ったら進行5回ぐらい出てくるかな、あれ、プーチン。それはロシアはね、はっきり言うとき豊かになるよ。あんだけ大統領が毎回毎回進行だから進行進行昔進行。の日本ってさ、なんでそんないいかっていうのは、きちんとさ、共通の敵がいる、で、共通の敵がいる、ちゃんと自分たちの信念も貫いて、集団でやってたから強かったんだもんね、日本はね。まあまあ、個々を持った人ですわな。ああ、で、自然観、宇宙観を持ってる人です。だからそれは死生観を持ってる人たちがおる。日本の歴史というか、戦国もそうですけど、の段階から、もう変わんないですからね、どんなに、根っこに持ってるものは、武士道っていうのはその通りだなーってのはすごく感じますけどね。まあ、今回はその武士道のとこよりも縄文のとこまで変えるかわからんな。多分。情報でじゃあどんなん感じたら、なんかみんな楽しそうにやってますみたいな。上も下もない。だから、やっぱりワクワクドキドキさせるのが大事なんだな、本当にな。上下優劣ない世界、縄文、みんな友達みたいな。ちょ、友達はみんな家族、全員家族ですからみたいな。それが縄文よ。だからそもそもさ、あと、すごくまっちゃり問いをかけてみたいのは、例えばその嫌な仕事をね、好きにしろっていうふうにおっしゃってるじゃないですか。でも、普通の人って、それなかなかできないと思うんですよ。要は、できないと思うっていうのは、すぐ好きになるってことって、僕ありえないと思ってしまう感覚を持っていて、それ何かっていうと、いや、そだもそも、から、だだだだ、それは出会いですから。好きっていう言葉がおかしいんですよ。おお、なるほど。面白い。なんでしょう。おは前がな、おい、俺前がが。仕事するのにな、はい。ええか？いいですおよ。前が仕事するのに好きも嫌いもないんやと。つべこべ言うなと。な？自分の使命やと思えと。神から、天から与えられたこれ宿命やろと。粛々とやれと喜んでと。感謝して。それだけの話ですよ。かしこまりました。お前が好きか嫌いかどうでもええんやと。承知いたしました。はい、わかりました。神様は同じこと言ってるぞ、おぞ。アホか、お前らは。それは、すごく、とやかくやれと。笑っちゃった。これが、あのな、天の声を声が聞こえるって、こういうことなんですよ。これ天の声なんですよ。そんな好きか嫌いかがどうでもええやと。お前の目の前に与えられたこれ宿命使命なんやと。ね？与えられたもんやろ。しっかりそれをこなせと。ね？感謝して喜んでやれと。で、やった結果が人々に喜んでもらえと。これがあなたの生き方でしょう。これがまたスパイラルのように、こう、螺旋のように、ぐわーっと上がっていくんですよ。で、次の大きな使命、ちっちゃい使命が、だん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 大きい使命に変わっていくんですよ。それが天の言葉ですから。深いねー。深いそなう、なんか、まっちゃええの来たぞ、またこれ。私、大好物です、みたいな人おるんですよ。これは深いなぁ。富裕層の心のあり方でいいのかな。だから本健当だ康よね、不多調分やけど。ね。心のあり方って大事よ、やっぱり。そう？そこだやっけぱなんですよ。り、心のあり方次第人生変わるもん。だそこだけやって、霊主体重やって言ったやろ。まずは霊的なものがあるわけですよ、魂が。肉体はただ仮の姿なんで、この世そうのは。だね、今日は本当にこれをマスターするだけでも人生変わるぜ、絶対。あの世が上にあるわけやから、まず。そうでしょ？あの世の霊的なもんが、心の魂的なもんが最初にあって、体があるわけでしょうから。ああ、いいね、いいことそだ。こを理解できへんから、ね、全くわからんみたいな話。健康も理解できへんや、それ。そうね、ね、体が健悪いで康すっもて理注解射でブきチュったていぶつけば。ね。そうだね。だから根本的な改善しましょうとか言って、はい。根本改善っていうのはほんま根本改善なんなんかって精神ですよ。魂の改善せんかったらどうにもならんってことですよ。今言ったような話。確かにね。そりゃそうだわ。だか身らをこれで乗せ勉て強せえっ雇て言っいてるわたけい。よ。まあ、その通りですよ。本もう当に。頼むわ、みたいな。まっちゃ確かん、もう2年やったから疲れたぞ、みたいな。に。いや、まだやりましょう。いや、でもね、だいぶね、すごく見えてはきましたよ。本当に。だから、怪我ではなくなってきて、まだまだちょっと、もう一度行かないと、公認としてできないんでね。本当にね。でしょ？そんな俗っぽい好きか嫌いかなんて言ってる場合ちゃうんやろ。だって今度目はね、のまっ前ちゃにん与のえこのてく意れた見を使引き継い命で、やん。俺が今度はみんなに発信しないといけないから。だからな、俺が毎日20回してる便所掃除もそうですよ。
使命やと思ってやってるから楽しいんよ。ああ、そうね。俺、どっちかだったら、あれでしょ、社長というか会長というか、偉いわけでしょ、はいはいはい。偉い人でしょ、はい。まあ、偉ないけど、バカやけど。じゃあ、そういう人が、じゃあ、どっかの社長さんが毎日便所掃除、ね、一、はい、日中やってたら、あのさん、何やってなるわけでしょ。でも、逆にその方がみんな、あ、社長までこれを、会長がこれをって言ってたら、変わりますわな、本当に。うん。でも、それ嫌がる人もおるやろ、それは中にはな。あ、プライド許さないと言いますよね。俺も喜んでやってるわけですよ。俺の仕事取るのに。社長がとか、会長がとか。お前ら俺の仕事取るなと。確かに会長とか変えず、あえて、要はみんな従業員になりすませたりとか、掃除のおじさんになりすませてやってる。そう。お客さんは、だよね、そう掃除のおっちゃんと思ってんの。確かに、大手企業の社長は、本当に、あえて服装を本当に汚くして、要はあえて掃除のおばさんみたいに掃除して、要は相手から情報、そこから従業員の話。いやいや、それはあえてじゃないけど、あえてじゃないけど、まあまあ、周りの人、お客さん、ただの掃除の人と思ってるだけ。いや、そうなんで、それなんだよね。それやってる時が、そういう会社って伸びるよね、確かに。いや、伸びる。だから何でもええぞ。それ、たったそれ一つでも喜んでやってたらそれでええわけやしな。ああ、そうでしょ？ああ、これがまあ世の中で言う、俗っぽくいい話で言うと、徳を積むって話になってくるんですよ。うん。それを何十年もやり続けとったらな。免除掃除の名手になるわけよ。プロ。いや、人が嫌がることをやればそれだけ上がる。免除掃除のプロ。はい。本当だから、人を嫌がることをどんなに、それを人の嫌がることを楽しくやることがいいってことだよね。うん。楽しくっていうのは、つまりさっきも言ったように、楽しくっていうのは難しいと思うんでね。言ったのはもう使命やと思うんですよ。はいはい、宿命やと。はい、はいはい。だから、使命、宿命だったらどうなるのかっていうのは、受け入れなしゃあないでしょ、もう。そうね。本当そうだね。受け入れなしゃあないでしょ。うん。受け入れたらどうなるのって言ったら、それ諦めるっていうんですよ。でこれ諦めるっていうのは悪いように捉える人おるけど、はい、明らかに見えたってことやからな。明らかに見えるってことだ。わかる。そう、うん。そうなんだよ。だ受け入れたときに素直になれるんですよ。喜びになれる。自分の弱さも強さも全部受け入れる。全部受け入れるんですよ。そこから今度はやりたいようにやればいいんですよ。うん、そうする。それが開く、なんていうかな。開くって感じ。ここの扉が開くんですよ。そう天の岩戸開き。今度はそこからそこにいろんなものも入ってきますけど、そういいご縁も入ってくるそう。まずは受け入れるんですよ、宿命やと思って。今の現状を受け入れてくださいってことね。そう。んで、パカッて開くんですよ、パカッて。で、ここパカッて開くから、上からピューッと降りてくるのよ。いやー、いい話ですよ、まっちゃん、本当に。天の岩戸開き。そうですね。そのなんか映像が今でも作れそうですよ、こうやって AI で。ボンコがブワーって差し込む。こうやって差し込むような、こう、泉がね、その。まあ、俺の場合、開きっぱなしやからちょっと困ったもんやねんよな、これ。開きっぱなしやから邪悪なものも入っちゃうからね。たまに閉めようかなと、パコって閉めようかなと、閉まらんようになってしょ、でも。いやいや、あの閉まったら閉まったで開くのサインになっちゃうからダメでしょ、もう。ちょっと困ってるよな、閉まらないって。ちょっと話、もう一個ちょっと、最後にね。聞いときたいのは、うん、こう開きっぱなしにしとくのはいいんですし、好きなことでこうやっとくのはいいんだけど、変なものを紛れ込んでくるじゃないですか。要は、うん、物事として、まあ、要は自分じゃない、想定じゃないものも入ってきちゃうことがあると思うんです。まあ、これはしょうがないことだと思ってるんです。常に開いてるから。ただ、その場合の対策ってどうやってるんですか、まっちゃん自身は。天の声を聞く。なるほど。また。答えでした。はい、終わりです。まあ、もう閉まらんねんから、じゃあ開いたまんまやねんから。いやいや、天の声を聞くっていうのはおかしくだ。まあ、その天の声をちゃんと言語化するのであれば、要は自分の直感を信じるってことですよ。結局直感です。あ、だから直感信じると問題ないなと思う人はその人を受け入れるし、問題ないなと思ったら、あ、問題あるなと思ったら離れるじゃないみたいなもんで。理屈じゃない世界ですよ。あ、うん。波動ですよ。だって僕とのこれ始まったのも直感でしょ、最初は。だから直感ってじゃあ分かりやすいと何ですかと思って分かりやすいだろうか。直感っていうのはな、はい、自分を信じる力やから。うん、結局は。自分を信じれてるから直感が出てくるんでわけですからな。あ、うん、その状態じゃない直感、自分を信じれてない状態やからエビデンスがどうやとかな。あの書類がどうやとかな。法律がどうやとかな。わけのわからん話になってくるんですよ。
ほんで、ますますわけわからなくそれなんか、見てんの俺がそれだったらなんとか言えねえな。なる。で、最後は、ほんまに困ったら、AI に聞いてみようかとか。ここにいるやん、その本庁本人がさ。ほんで、ますます AI が嘘言うから、ますますわけわからな俺がいい、モデリングになってるの、本当に。ちょっとな。もうなあ、本当に何かに頼るのやめようぜと思うんやけど、だから。うん。肝心なジャッジするときぐらい自分の直感で行こうぜ、みたいな。全部、周りに頼ったエビデンスが、みたいな。何や、それ、みたいな話やろ。おもろない。いやもう何とも言えああ、今日も疲れた。ない。いやーもうなんかまんま俺じゃんと思ってびっくりしちゃった。まあ、だから結局、いるよな、そういう判断基準を持たない人、自分で。まあね。うん、外の判断基準に委ねますみたいな。まあ要は、なんだ、責任を取りたくないんでしょ。だから簡単なんですよ、今までの社会っていうのは、会社でその社員雇うとき、な、学歴、偏差値、何々大学ですみたいな選ぶわけでしょ。でも、よう考えたら、そんなアホなんて思えへん。いや、本当に、何やねん、それと思うやろ。本当に、ごもっともすぎて何も賢くなんか、すごいバカみたいなことやってるよな、なんか そう、直感もクソもない。お前、何のために面接したんや、みたいな話やんな。ない。まあ、ごもっともで何も言えないです。は直い。感で選んでくれよと思うよな。こあ、思いんまなす、に思面いま白す。いはねん。い。僕、こんなに面白いのに直感で選べよ、この野郎って思うよな。思います、思います。大変ですね。なんか今日は、どうやろうな、これ。ちょっと伸びひんかな、再生回数。あどうでしょいうね。ちゃんが富裕層って入れといたら、見る人俺やな。いや、言うと言いますよ、当たり前じゃないですか。でも、本当に富裕層だったりとか、心のあり方、健康のあり方っていうのは、どんな人でも通じるものですし、むしろ、やっぱり、ね、自分の精神を豊かにすることが、次のそうです。ステージに上がることに必須なので、健康法はな。その話ができて、本当に良かったと思いますし、僕も、今日から実践します。ちょっと、学だばから、あまりにもその肉体的なもんだけに焦点当てすぎなんですよ。そうですね。はい。健康も病気もな。あと、美容も、美容あるでしょ、美容。今日ね。女性はい。が好きなん。あれも肉体的な部分だけに焦点当てすぎるからおかしなことになっていくんですそうよ。ですね。違う焦点が内側当たやりから。ますね。精神的なもんやから。そ精こをやっ神ぱり改善して的いくっにていうか改な。善することがいいってことですよね。改心するっていうかな。はい。出たら、死なない人間になるんちゃう？はい。ならんか。そう困るからな、死なんようになったら。そうですね。人は早死くぬ連もれんて、なんで。ゴールがなくなるからな。ただね、ゴールはあった方がいいですね、100%ね。まあでも、死んでもゴールちゃうんやけどな。また始まるから、あの世で。そうですね、これか残ら念ね、ながら。始まるってことなんでね。また、もう一回一からやりましょう、みたいな。またやんのかよ、みたいな。いやー、でも面白い。今日面白かったです。まあでもあの世の場合は、その体がない分だけな。ダメですよ魂、ね。霊的なもんだけなんで楽ですから。ダメですただよそね。こでまた魂が汚れる。エネルギーがこう乱れる。なんか汚れていくと、またこの世に送り出されるからね。行ってこいって言って。またお前80年修行してこいって、バーンと蹴られるからな。ほんで、またこの世に来ると。ほんで、また80年苦労すると。おもろいな、そういうふうになってるんです、サイクルですから、これ。だから、今のこの世っていうかな、この現世、この世ですわな、この世で精神的なものを高めておかんと、あの世行ったと苦労するよ。この世で魂が磨かれとったら、あの世でも磨かれてるからな、もう二度とこの世に落とされへんけど、この世で乱れてると、あの世でまた波動乱れてるから、神様に蹴られて落とされる、この世に。行ってこい。わかりましもうた。一回はもうやってこいと。もう一回苦しんでる。だからできる限り、もうこの世に落とされへんようにな。今のうちにこう霊的なものを高めておいて、ね、魂を整えてあの世で過ごしましょうと。わかりました。な。だから落とされるってことやからな、この世に。蹴り落とされてんだよ。行ってこい。今日ちょっとコメントくれる人おるかわからんな、この好きな人おるか。そうですね。もう今日はこの辺でよろしいでしょうか。はい、よろしいです。大丈夫です。今日は。じゃあまた来週も月曜日に同じ時間でお願いいたします。はい、お願いします。はい、失礼どうしもありがとうございましまた。失礼します。す。はい。はい。